鎌倉武将紀行、愛好清高公。ここは相模のですね、愛好石田の円光寺さんに来ています。葵の御紋がしっかりありますけども、これは後世ですね、徳川時代になって修行いただいたということで、いただいて家紋が入っているという形になりますね。で、ここは愛好三郎屋敷って言われてるところなんですけど、愛好清高の屋敷っていうのはもう少し北の方の新玉川ですよね。玉川沿いの方にも宝釈寺さんとか小野神社とか、関係ある史跡が多いんですけど、あちらにも館があったと。じゃあどちらなのかということなんですが、両方だと思いますね。当時愛好郡っていうのはかなり広いですけど、こちらの愛好の庄、今で言う愛好郡愛好の庄と言った方がいいかもしれないですね。そちらの方を領していたと。鎌倉時代の武将なんですけども、初めはですね、北条家に従うなど、頼朝以来の、武家ということで有名だったんですけど、愛好氏、和田義盛の合戦でですね、なぜか、私の、味方をしてしまい、それに連座して、改易、主家は滅亡したと。ご質問いらっしゃいますので、その辺はですね、また別な機会にとは思いますけど、今日はこの、館跡とされている円光寺さん、に来ました。一応こちらに清高公の御灵堂もあるようですけどもね。こちらに簡単ですけども書いてありますね。ちょっと実際には色がもう少し薄いんですけど、高精度で撮ってます。4K 画像で出すとかなりはっきり見えますね。愛好三郎清高の歴史と、この方は生年が分からなくて、この画像もですね、絵図が残ってるのが唯一のものということで知られていますけど、1213年、確か5月の2日3日だったと思いますけど、例の和田合戦の時に、同時に私と一緒に滅んでいると、そういう武将となりますよね。愛好の庄を領した武将であると書いてありますね。現在の篤姫の愛好っていうのは、愛好何々、愛好、住所にいろいろ名前がついてるとこ多いですけど、大体七沢、小野、船子とか、かなり多摩川の流域にですね、大きく広がっていたと。今の時代の人たちにあまり考えられませんけど、荘園っていうのはかなり広いですし、そこを領する領主というのは、今で言ったら 市町村ですね。そういった市長さんとかそのぐらいの方になりますので、相模の国は広いですけども、かなり所領を持っていたと。それと愛好三郎っていうのは、武蔵七斗の横山と小野の妹子、そちらの方なんですけどね。父親山口とかで姓が何回か変わってるんですけど、この愛好氏を名乗るようになって、最も著名な方というか、この時代はもうこの清高公しかいらっしゃらないんですけど、この方ですね。ちょっとこわ面の感じの武将だったということで、その和田合戦の経緯についてはですね、また和田塚とかあちらでも話してますんで、鎌倉の方のビデオを見ていただければ分かると思いますね。かなり立派な感じですけどもね。で、こちらの人物というかお城の方ですよね、個人記ということで、こちらの奥の、ポーチの辺とか、その要するにお城の遺構や、お城というか館ですね、の遺構というのが一部分かるようなことを書いていらっしゃる方もいますけども、実際にはないです。単純にお城の、館の境内、当時はお城といってもですね、愛好城っていう言い方もあったと思いますけども、愛好氏館、愛好三郎清高館と言った方がいいと思いますよね。時代が時代だけに、中世でですね、もちろん天守閣など考えられない時代ですし、お城というのは掘り割りをして、四角にですね、切って土塁を積み上げただけでもお城もしくは館と言ってましたんで、そのことを言ってますね。ちょっと結構高台にあるので、そういった堀みたいのはないんですけど、今で言ったら平山城っていうんですかね、山城のような感じになる場所だと思います。相模愛好石田にあります愛好三郎、清高公の屋敷跡でした。